こんにちは。今回は簡単すぐできるヒンメリ風ピアスの作り方をご紹介します。ヒンメリの作り方は以前ご紹介していますが、今回は2種類の竹ビーズを使ってちょっと変わった形に仕上げます。早速作り方を見ていきましょう。まずは材料です。竹ビーズ2部16個、竹ビーズ4部8個、テグス2号60センチを2本、丸カン2個、今回は直径6ミリ以上のものをお使いください。ピアス金具2個。まずテグスに短い方の竹ビーズを3個通します。そして一番端のビーズで左右のテグスを交差させます。次に右のテグスに短い竹ビーズを1つ通して、新たな短い方の竹ビーズ1つで交差します。これをもう一回繰り返します。次に左のテグスで一番最初に作った三角形の端にあるビーズを拾います。そして新たな短い方の竹ビーズ1つでテグスを交差させます。そうするとこのようなピラミッド型になります。2段目を作ります。右のテグスに長い方の竹ビーズを通して、新たな長い竹ビーズ1つで交差します。次に左のテグスで隣の短い竹ビーズを拾います。そして長い方の竹ビーズ1つで交差します。これをもう一度繰り返します。これでもう形は出来上がってますね。さらに左のテグスで隣の短い方の竹ビーズとその上にある長い方の竹ビーズを拾います。そして手ぐすを2回結びます。余った手ぐすは長い方の竹ビーズにそれぞれ通します。手ぐすをカットしたらひんめりの出来上がりです。金具を取り付けます。丸カンを開いてひんめりの中にこのように通します。そしてピアス金具を通して丸カンを閉じます。これと同じものをもう一つ作ったらひんめり風ピアスの完成です。どうでしょう、こんなに簡単ですぐできるのに見た目は本格的ですよね。今回はピアスに仕上げましたがネックレスにしても可愛いのでぜひ試してみてくださいね。